どうしたの？浮かない顔しちゃって。そんなことがあったんだ。大丈夫だよ、きっと。心配ないよ。元気出して。え？私は別に暇だけど。なーに？落ち込んでるからって私に甘えたいの？わかったわかった。何してほしい？耳かき？君耳かき好きだもんね。寝てもいいよ。私の膝枕で。かわいい。耳、ちょっと見せて。ああ、よし、お掃除しようね。私の膝の上に、ごろんとリラックスしてて。急にキョトンとしちゃって。こっちにくるっとして。まずは、右耳から始めようね。そーっと入っていくよ。気持ちいいでしょ？ほら、こんなに取れたし。もっとやっていこうね。
気持ちいいの？あらら、満面の笑みだね。そういう喜び方されると照れちゃうよ。この調子でもっとだろ。右耳はこのぐらいでいいかな。私の耳かきは格別だって。いやいや、そんな大したことないよ。次は反対側もやっていこう。こっち側にごろんとして。よしよし、こっちもきれいにするから。ではでは始めるよ。気持ちよさそう。なんか眠そうな顔してるね。いいんだよ、目を閉じても。リラックスしてていいよ。
意識が飛びそうになるって？いいよ、そのまま寝ちゃっても。もう少し続けるけど、終わっても起こさないから。これで終わった。けど、ぐっすり寝ちゃってるね。大丈夫。私はそばにいてあげるから。これからも、いろいろ大変なことがあるかもだけど、近くで君を支えてるからね。寝顔がかわいいな。私も少し寝ようかな。おやすみなさい。